はようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座です。今日は皆様に永遠の戦士という楽曲をご紹介したいと思います。CD として今三大誓願、そして永遠の戦士という2曲をカップリングした CD が出ておりますので、またぜひこちらの CD をお求めいただき、聴いてみていただければと思います。で、この永遠の戦士という歌詞なんですが、これはこちらにあります大川隆法総裁の著書、詩編の私のパンセという中に収められている詩でもあるんですね。この私のパンセの、たくさん詩がある、収められてますけども、その一番最初に出てくる詩が永遠の戦士という詩でもあるわけなんですね。では早速皆様にこの曲の一部を聴きいただこうと思います。作詞作曲は大川隆法総裁、そして歌を歌うのは浩太さんです。ではお聴きください。はい、今お聴きいただいておりますのが永遠の戦士という楽曲です。この歌詞ですが、これは三大誓願という、カップリングの曲と同時に、とても短い詩でもあります。少し読んでみたいと思います。永遠の愛のために、永遠の夢のために、永遠の命のために戦う。我ら永遠の戦士を、我ら永遠の戦士を、こういう詩になっております。とても短い詩ではあるんですが、非常に一言が非常にずしっとくる重さでもあるんですね。とっても重厚な歌詞でもあると思いますし、そのメロディーもとっても重厚な曲になっていると思います。さあ、この永遠の戦士という、詩を見た時に、とは永遠という言葉なんですが、これはですね、大川隆法総裁が、第1回目の講演会として1987年に、幸福の原理という講演をしていただいております。でこの中で、学生の時に電車に乗っていたりとかバスに乗っていたり、している時に、ふと漢字二文字がいつもこう湧き出てくるというか、見えてくるというふうに言われております。でその漢字二文字とは何かというと、永遠という文字であったというふうに言われているんですね。この、永遠という言葉を私たちはどう受け止めるべきなのかということなんですが、やはりこの言葉を置き換えてみると、神とか仏という言葉に置き換えることができるんだというふうに思います。そう考えると、永遠の戦士というのはまさに神の戦士というふうに言うことができるわけですね。そうすると、永遠の愛のためにというのは神の愛のために、
そして永遠の夢のためにというのは神の夢のために、そして永遠の命のために、これはまさに神の命のために戦うという誓いがこの歌になってくるわけですね。ですので私たち一人一人はまさに神の子でもあるわけですね。神から作られた子供でもあります。その私たち一人一人はまさに神の戦士なんだということなんですね。で、戦士ですから戦わなくてはなりません。誰と戦うのか、何と戦うのか、それはまさに神の愛、神の夢、神の命というものを妨げようとするものと戦うんだということですね。それを妨げようとする存在とは何かというと、まさにそれが悪と言われるものであるわけですね。霊的に言うならば悪霊、悪魔、こういう存在と私たちは戦うし、この世に生きている人たちに対して神を否定するものですね、神の愛、神の夢、神の命というものを否定するものに対して私たちは戦う必要があるわけですね。その戦うとはどういうことかというと、神の御心というものを伝えていく、そういう戦いがあるんだということです。これが私たち一人一人の地上に送られた神の子としての戦いがここにあるんだというふうに言えると思います。ですので最後は我ら永遠の戦士を、我ら永遠の戦士をという言葉が2回続きます。我ら、本当に私たち一人一人なんです。この地上に生まれている一人一人はまさに神の使いである、その戦士なんだということですね。そして神の御心を多くの人たちに伝えるために私たちは地上に生まれてきているということでもあります。私たち一人一人は永遠の生命を持った霊的存在です。その霊的存在が一時期地上に降りて肉体を持ちます。この肉体を持つ、この地上80年あるいは100年という、永遠の生命から見ればほんの短い一点の中を生きていますけども、その一点を生きる私たちの本来の使命というのはまさに神の教え、神の御心を伝えるために生きている伝道者でもあるということなんですね。これが永遠の戦士という、歌の、主の大いなる御心がここに宿っているのではないかというふうに思います。この楽曲を聴き続け、この詩をまたに私たちは読み続け、学び続け、私たち一人一人が永遠の戦士なんだと、神の戦士なんだという本来の使命を思い出す一助となっていただければというふうに思います。ぜひこの詩を多くの方々に読んでいただきたい、この楽曲を多くの方々、世界中の方々に聴いていただきたいと思います。これを聴き続け、私たちの魂に自分自身の本来の使命、神の戦士、戦士、永遠の戦士であることを思い出し、そしてそれをまた思い出した人はさらに行動に移していただきたいというふうに思います。そのためにこういう楽曲をいただいている、こういう支援をいただいているんだというふうに思います。世界中の人々が本来の使命に目覚め行動することを主エルカンターレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。